韓国のマラド強襲揚陸艦が就役したね。以前は F-35B ステルス戦闘機も艦載可能との報道もあったみたい。韓国の建造能力はちょっと日本とは違い、やっぱり人手不足は否めないな。それに出生率も世界最低との話だし、韓国は急速な国家滅亡へ向かっているような感じだぜ。今回は、このマラド強襲揚陸艦の甲板の耐熱処理技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年6月末に韓国でドクト級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役したわけだけど、1番艦のドクトの2007年に就役から14年を経たこともあり、同型艦とは言っても可能な限りの船体の拡張が図られたよ。具体的な内容として、マラドは満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、この規模艦は1番艦のドクトより満載排水量で約500トン、全長で15メートルほどの船体の大型化が実現されたものなんだ。なぜならマラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているらしく、一部では日本の出雲加賀と同様に短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性もあるとされていたんだ。しかし、実際にマラドの飛行甲板への耐熱処理加工については、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能というレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないのが現状のようだな。その理由として F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐うる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそもドクト級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計となっていないことが挙げられているぜ。また耐熱加工を語る以前にマラドの飛行甲板の強度自体が戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないと言われており、その点からも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは物理的にも非常に難しいだろう。ある意味、特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、一見すると全通飛行甲板を備えていても戦闘機運用は容易ではないということがわかるわけだ。そうすると、海事の出雲や香川設計建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも考えられ、これらの建造の際に野党が憲法で禁止された空母であると非難していたのも間違っていなかったのかもしれないね。ただし、これまでの日本政府の見解によると、日本が憲法上保有できないのは、潜水艦発射弾道ミサイル通称 SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、攻撃型の空母であり、出雲加賀イコール攻撃型に抵触しないとの判断に基づくものなんだ。国際的に日本の自衛隊は軍隊ではないと言っているけど、他国から見れば摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている状態で、艦艇航空機等の主要な装備の調達にも面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も計り知れないものがあるんだろうね。一方で韓国のマラドは、一番艦の独島は強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されていたが、当時は大型輸送艦と呼称されており、これは間違いなく中国に向けられた配慮だったと言われていたぜ。韓国内のメディアは1番艦のドクトと2番艦のマラドに関して、着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。ただし、現実的な論者たちからは韓国の最大の仮想敵国は現代においても一時休戦状態にある北朝鮮であり、陸続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないといった意見も見られるらしい。このような意見は韓国の置かれた地理的軍事的状況を考えた場合には正論だとも感じるけど、
多くの世論は日本が竹島韓国名独島軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているらしく、その対応策として空母の必要性を唱えているんだ。このことは日本が出雲加賀の航空母艦化を決定して以降、なおさら韓国も対抗上航空母艦を保有すべきであるという声が強くなっていき、世論に現政権の支持率を高めるためにムンジェイン元大統領が半ば強引に推し進めているように見えたね。韓国はマラドに続く独島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、この艦が昨今、本格化している韓国初の軽空母になるものと言われていたんだ。韓国の軽空母計画で最も興味深いのは、これまで独島マラドの2隻の独島級強襲揚陸艦の建造を手掛けた阪神重工業者ではなく、世界最大の造船グループのヒュンダイ重工業者と、2023年5月に韓国財閥ハンサグループに買収されてハンサオーシャンと改名したウテウ造船海洋社が名乗りを上げていた点だな。前述したように、阪神が独島級強襲揚陸艦を通じて航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じ、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を他社へ変更する方向で進んでいる点は稀有な気がするぜ。いずれにしても、韓国独力での航空母艦建造は非常に難しいため、ヒュンダイ重工業者にはイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、ハンサオーシャンにはイタリアのフィン艦経理社が支援を実施していたわけだ。すでに韓国の軽空母計画の初動の概念設計に関してはヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがってバブコック社が支援する形でクイーンエリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦システムが盛り込まれる可能性が非常に高いらしい。2021年5月にイギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行したクイーンエリザベスが当時の背景から韓国に寄港する可能性も高いと言われていたんだけど、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、同年8月に韓英の国防当局が合意のもと断念したよ。一方のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社のコンビは、独島級強襲揚陸艦と同様に艦艇の船体をコンパクト化し、ある意味小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられるよね。ヨーロッパ及び地中海地域における最大規模の造船グループのフィン艦経理社が手掛ける代表的な艦艇は、2023年に収益予定で進められていたイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量2万5816トンで韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだよ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小さな方だが、それでも艦載機はヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており航空機の運用能力も高い方だぜ。ただし、韓国のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社の軽空母の設計案には強襲揚陸艦トリエステや、ヒュンダイ重工業者バブコック社案と異なりスキージャンプ方式は採用されていなかったらしい。クイーンエリザベス級航空母艦をダウンサイジングしたようなヒュンダイ重工業者バブコック社案よりも、ハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社案の方が現実的な気がするんだけど、これは多くの人が思っていることかもしれないね。米国との同盟を核としつつ、日本、オーストラリア、フィリピンなど、他の同盟国との軍事協力を深めているな。これには共同訓練、情報共有、兵器システムの共同開発が含まれるぜ。特に、地域の安全保障環境を考慮し、南シナ海や台湾海峡での存在感を示す戦闘機、潜水艦、ミサイルシステムなど、国産化を推進している分野が多いらしい。この動きは、国防産業の自立化を促進し、国際市場での競争力を高める目的も持っているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆるセトリ行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたよ。北
北朝鮮は言うなれば世界の目の上のたんこぶだからな。何かしらの対策を継続的に行う必要があると思うぜ。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視に向けてニュージーランドが P3K にオライオン対潜哨戒機を派遣した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K にオライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事することになったよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているけど、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版と言えるよ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク旧フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇っているな。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS-16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているらしい。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦ユーギリと合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたわけだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるね。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており新たな動きと言えると思うよ。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだね。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているんだ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろうな。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われるぜ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているわけだ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、
後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうね。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたよ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘。北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているぜ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるんだよね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だよ。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうね。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたぜ。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているらしい。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラント・プファルツは中国の青島に寄港した過去があったな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるんだけど、いかがなものだろうね。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機戦闘攻撃機。対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、
そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを堅くなに拒絶してきたわけだ。アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。
キム・ギーンはさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の先端企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言をしばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置キャノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。